前傾抽出選択で切り抜く方法を説明します。こちらの前傾抽出選択というアイコンを掴んで、この芝生の緑、この土のところも含めてざっくりと囲んでください。そしてこちら描画色を黒にして、この切り抜きたい画像の色を掴んでいきます。一筆書きでこのように指定したい色をなぞっていきます。そして離すとこのように切り抜かれました。修正したい場合はこのようなところを修正したい場合はこれも塗っていきます。今ちょっと選択範囲を広げすぎたのでこのようになってしまいました。ここを、また選択範囲から外したい場合、コマンドをして消しゴムツールにしてで修正してください。はい、こんな感じで選択範囲が作成されましたので、この状態でエンターキーリターンを押すと選択範囲が作成されました。そうしてこの選択範囲のフロート化というのを行います。選択から選択範囲のフロート化、そうすると自分のレイヤーに新しいレイヤーとして表示されますので、フロート化したものを新しいレイヤーを画像に追加というのを押すと新しく選択範囲の部分が作成されます。今どうなっているかというと、下の画像がこのようになって、上の画像はこのようになっています。